翼ハゼはぜは、鈴木木ハゼアモク、翼ハゼはの魚類の一種。全長は、最大25センチメートルほど。平たい頭と、線状で大きく、翼のような胸びれを持ち、外見的には濃いめの谷登り類,類に似ている。体色は、緑褐色。鱗はくしうろこで、硬い。ハゼ類の中では最も大きな脳を持つ、種の一つで、 特に小脳と嗅覚中枢は他のハゼ類と比べて大きいが視覚中枢は小さい。口実するように形態的にはハゼア目の中で原始的と見られる特徴を持つ。アジアとオセアニアに分布し、インドネシア、フィリピン、ニューギニア、ソロモン諸島、台湾、日本で確認されている。日本では、薬島、アマミ大島、沖縄島、石垣島。 イリオモテ島に生息している。確認された分布の北限は薬島だが、そこで繁殖しているかどうかは不明である。両側海遊性であり、死魚は海に降って成長し、その後川を遡る。生魚は、渓流域に生息し、特に急流を好む。胸びれを用いて、流れの水圧を利用することで、急流の中で体を固定している。主な餌は、不着藻類だが、 水生昆虫を食べることもある。翼ハゼ属には、本種の他に、ニューカレドニアの固有種アールギルバーティのみが含まれる。翼ハゼ科は、翼ハゼ属と、一種のみを含むプロトーゴビウス属のに、属産種から構成される。翼ハゼ科は、側線やビブの骨格に、ハゼ類の原始的な特徴を残すグループであり、ハゼア目では最も初期に分岐した系統であると、 考えられている。2010年版の IUCN レッドリストでは未評価。日本では生息河川数も生息個体数も少なく共に大幅に減少している。入表島では護岸による生息環境の破壊や土木工事による環境の悪化、取水に伴う河川の流量減少、観光客による拡乱、飼育、販売目的での採集などにより減少していると、 考えられるが、保全策は取られていない。2007年発表の環境省レトリストでは、絶滅危惧 ILE とされている。ありがとうございます。